はい、本日はですね、こちら GU の革靴2足をご紹介していきたいなというふうに思います。で、皆さんご存知の通り、こちらはですね、GU さんからの案件ということでですね、最初に僕メール来た時にですね、GU さんからメール？誰か間違えてんのかなと。僕普段ノースフェイスとかそういう系のやつ紹介してるから、あれ間違えてんのかなと思ってメール返したらですね、しっかり僕やったんですね。僕宛てやって、あ、間違えてないわということで、ぜひ拓蔵さんの視聴者の方にですね、本革の革靴をご紹介していただけませんかということで、あ、お仕事だったんですね。ぜひ受けさせていただきたいですということで、受けさせていただいたんですね。なので今回こちらの革靴2足をご紹介はしていくんですが、やっぱり僕らしさっていうのも大事じゃないですか。僕の動画やからね、僕らしさも皆さんに見ていただきたいということで、どうせ GU のやつを紹介するんやったら、ファストファッション系のね、YouTuber の人がやってるような雰囲気じゃなくて、僕らしさでやらせてくださいね、なんていうことでね、こちらの革靴2足をご紹介していきたいなというふうに思います。なのでね、普段紹介してるようなアイテムに比べると、ちょっとゼロが1個少ないぐらいの、だいたい4万円とかぐらいのやつが紹介してるの多いんやけども、ゼロが1個ね、あれ少ないなというような感じで、普段見ていただいてる視聴者の方からしたら、お、激安やないかいというところで、ちょっとねびっくりされる方もいらっしゃるかもしれないんですが、たまにはねそういうのもいいじゃないかということでご紹介していこうということで、本日の流れとしてですね、まずはこの革靴の特徴とか、もう価格さっき言います、価格版と言っちゃって、特徴とかお話しすると、でその後にこの革靴を使った、コーディネートをね僕なりにちょっと組んでました。だからいわゆるタクゾーコレクション、タクコレですよね、タクコレをさせてもらって、その後にはデメリット、いつも通りの流れですわ。これちょっとでも言うたって案件というと、これちょっと微妙やと思いますよみたいな話をして、その次におすすめの人、これはおすすめの人、こんな人にはおすすめですよね、特に僕の視聴者の方やったらこういう方が向いてるんちゃいますかっていう話して、最後はサイズ感で終わりたいなと思います。まずはじゃあ特徴いきましょう。2足あるんですけどね、まずこの革の、紐のあるタイプの方、こっちの方はですね、名前がなんていうんだっけな、リアルレザーダービーシューズという名前なんですね。それで次がですね、こちらのローファータイプ、これがねリアルレザーコインローファーという名前なんですけど、両方ともね値段がなんと3990円ということで、めちゃくちゃ安いんですよね。で最初これ合皮かなと思ったんですよ。これそんな安いんやったらちょっとやばいんちゃいますと、ちょっとボロボロなんちゃいますとかって思ったりしたんですけど、向こうのね GU さんの方からこれだけは伝えてほしいというのを言われてるんですけど、それは何かというと、まず本革ですよと、ご安心してください、合皮ではありませんというふうにおっしゃっていただいているので、あ、へえ、本革なんやなという感じで、しかも牛革を使っておりますので、履けば履くほど馴染んでいきますよと。それはそうですよね。僕の視聴者の方って洋服のリテラシー高い方多いんで、牛革がどうなることかっていうのは言わんでも分かるじゃないですか。それ履いてたら馴染んでくるよねと。そしてそれ以外にやったら、経年変化で味が出てくるとか、ちょっとツヤツヤしてきたりとか、履けば履くほど自分の足にフィットしてくるとかっていうのも、なんとなく想像ができるじゃないですか。ほんでこれは人によるんですけどね、手入れする人とかやったらより長く持ちますよねなんていう、本革としてのもう最低限の知識は、もうこれ見ていただいてる僕のチャンネル普段見ていただいてる方からしたら当たり前でしょと、そんなこと今更言うことじゃないよねっていうのはもう分かっていただいてると思うんですけど、一応説明してきましたね。ほんでその次にこの革靴がね2層クッションになってて、インソールが入ってるんですっておっしゃってたんですよ。だから普通の革靴に比べるとちょっとスニーカーっぽい感じの履き心地というか、僕もさっき履いたんですけどね、バンズみたいな履き心地ですね、めちゃくちゃハイテクなスニーカーのもうエアマックスですっていうような履き心地ではないです。だけど革靴の足が痛くなるような、1日履いて足痛くなるようなっていうような感じじゃなくて、ちょうどほんま中間バンズぐらいな感じだから、1日履こうと思ったら全然履けるし、こう新品やから靴ずれして足痛いとかっていうのも特になかったんで、この辺はね2層クッションの特徴かなと思います。やっぱり高級なね革靴とかやったら、やっぱ最初めっちゃ硬いじゃないですか。で硬くてどんどん2年とか3年とか5年かけて自分の足になじましていくっていうような感じのイメージじゃなくて、もう本当にこれはね、もう最初から柔らかいから、もう履いた瞬間にもう靴ずれとかせんと、もうバンバン履いていきますよと、買った瞬間から一軍ですってというような柔らかい革が使われてますね。そしてつま先とかにも面をね入れてることによって、こう靴下への色移りがしませんよというふうにメーカーさんおっしゃってはったんですけど、確かにこの辺も考えられてるなと思います。ただ革靴履く時ってどうなんですかね、白の靴下履く貼る方からしたらね安心かなと思うんですけど、ビジネスライクなシーンで履くんやったら黒の靴下とか履いたりとか、あんまり色移り気にせんでええんかなとかって思ったりしたんですけど、白のね靴下履きある方は、確かに僕も何回かねこう革靴でね色移りしてることあったりしたからね、その辺はありがたいん
かなというところで、これはメーカーさんがおっしゃってはりました。で、まあ僕自身の感想としてもね、この値段で3990円で本革使ってくる、牛革使ってくるって、まあまあすごいってなるじゃないですか。まあこんなんてファストファッションのメーカーでできひんし、まあ合皮やったらね、まあできんことないかなと思うけど、よう3990円でね、本革で靴作れるわって、まあ関心がするじゃないですか。で、それでもってクッション性もいいから、履いてて痛いとか足がこう疲れてくるとかっていうのもないから、こうメインのね、靴は本革の靴を俺持ってんねやけども、ちょっと雨用として一足持っててもええかなとかね。雨用やったらね、潰れてもいいじゃないですか。こう履いててもう劣化してってボロボロになってもええけど、本ちゃんのやつはちょっとええやつ履いてるから、それはちょっと濡れたくないんやけど、ちょっと2番手としていいかなとか、2軍としていいかなとかね、まあそんなはいいと思うんですけど、そんなおいおいね、おすすめの人喋りますので、まあそれはいいとして、次はタクコレ、僕やったらこの革靴どうやって履いていこうかなと、このローファータイプはちょっとカジュアルっぽく履くかなとか、この紐の靴がやっぱこういう時に履きたいかななんていうのがありますので、もう早速ね、その様子を見てもらいたいなと思います。6パターンあるので、もう6パターンざっといきますので、それではね、会場の方に移りたいなと思います。ではコレクションの様子をどうぞ。はい、それでは見ていきましょう。まずはですね、バイク大好き男、BKB 男ということでやっていきたいんですけども、レザージャケットを着て、まあ、細身のね、黒のパンツに、これは紐のあるタイプの革靴を履いてます。まあ、パッて見た感じだったらね、高級感ある感じになってるでしょ。まあ、こういう細いタイプのパンツでも合いますよ、ということですよね。まあ、バイク好きやからちょっとこうやって調子乗ってますが、おっと、ヘルメットがあったな。そういえ、ちょっとヘルメットを出しておこうということで、はい、持ってみたらちょっと嬉しそうな顔しますよね。こんな感じで。まあ、バイク乗るときはね、こういった形でも履けるということなんで、まあ、綺麗めだけじゃなくてね、まあ、BKB スタイルもいかがですかなんて言ってるっていうのが、まず一つ目のコーディネートになっております。バイク好き男ですね。次はこれシンプルな感じ。まあ、白パンとかでも絶対合うじゃないですか。まあ、黒のローファーやからね、合わんっていうことないから、まあ、こうやっていろんな色をね、試すっていうのもいいと思います。黒黒っていうさっきのスタイルもいいけども、まあ、白黒でいっちゃってもいいですよね、なんていうのは、まあ、これはね、ちょっとカフェ行こうかって言うと、オッケーオッケー、じゃあすぐ行くわって、こう、飾らへん感じのスタイルでね、まあ、白パン履くなんてちょっとこじゃれた感じじゃないのということでやっております。で、次はもうグレーのパンツですね。まあ、こういったグレーのパンツでも合うんですけども、これも紐のあるタイプで履いております。さっきの白パンの時はローファー履いてましたけどね、今回は白じゃないわ、紐のあるタイプですわ。まあ、これはほんまに何ですか、男同士で、まあ、ちょっと居酒屋で会おうかっていう時なんか、まあ、これぐらい飾ってない感じはいいですよね。で、足元見たら、紐の革靴か、ああ、こじゃれてるねって感じで、次はこれはちょっとちょっとちょい悪野郎ですよね。まあちょっとまあ柄の悪い感じのね、兄ちゃんの雰囲気出してるんやけども、足元を革靴にすることによって、あれ、ちょっとこじゃれた感じに見えんこともないなと、これ柄シャツだけやったらね、これ柄シャツでサンダルやったらね、ただの柄の悪いやつやけどね、ちゃんと足元キュッて締めることによってね、あ、小綺麗な感じのお兄ちゃんやねなんて思っていただけるかもしれないということで、足元に隠されるだけでもちょっと綺麗めなスタイルになりますよね。で、次はこれミリタリー大好き男。大体ミリタリー好きなんですよ。こういう血のパン履いて、上もね、US コットン T シャツ着てるって、大体こういうスタイルですわ。で、そういう時に限って足元に革靴履いてくるということで、これ足元がね、スニーカーになっちゃうとちょっと子供っぽいから、まあ、こういう時に革靴合わせますよねなんて言って、ここもね、ローファーでもよかったんですけど、ローファーやったらちょっと味気ないかなということで、紐靴にしております。紐靴にすることでね、なんかまあ綺麗め要素ちょっと出るじゃないですか。で、ローファーやったらもうちょっとカジュアルになったりするから、まあその時の気分によってその辺変えたらええと思うんですけど、そんな感じで、最後これ合コン大好き男ですよね。合コン好きなやつって、女子ってほんまにいろんな系統好きな子おるけども、このジャケットにパンツに、革靴、紐靴ですけど、これ嫌いな女子絶対おらんでしょ。これ勝手にそう思ってるだけですけどね、僕が。これでいけばもう間違いない。アウトドアとかで行ったりしたらあんま好きじゃない子もおるし、キレイめやったりしたらキレイめが好きじゃない子もおるけど、このスタイル嫌いな子絶対おらへんで言うて、まあ、これ合コン大好き男スタイルということになってますので、皆さんも参考にしていただければななんて思います。はい、ということでね、見てもらった通りになってるので、まあ、僕やったらあんな感じでね、着るんちゃいますかということになってました。では次、デメリット言いたいなと思います。とは言いながらも、案件と言いながらもね、いいとこばかりだ、これ嘘くさいからね、まあ僕やったらこれはちょっと微妙だと思いますっていう、いつも通りのね、客観的な意見言っていいって言われてますので、僕それじゃないと受けませんといつも言ってますので、デメリット言いたいなと思います。で、デメリットは何かというと、やっぱり革にめちゃくちゃこだわりあるとか、普段からいい靴履いてはる方とかからすると、やっぱり価格のクオリティやなっていう感じはあるんです。
ですよね。だからホンガーといえどこんなすごい革使ってんのっていう感じではなくて、確かにホンガーはホンガーでも革って言ったってランクすごいいっぱいあるじゃないですか。だからそれはあくまでそんな高いレベルでは求めれないなっていうような感じの、まあ、価格帯かなとは思います。でその次のデメリットとしてはやっぱりソール交換でね、こういうビジネスシーンのまあ革靴とかって、まあ、ソール交換して長く履いていく方もいらっしゃるじゃないですか。多分ねこれ確かソール交換は対応してないはずなんですよ。だからまあ頑張ってねソール交換しようと思えばできんことないかもしれないんですけど、パッと簡単にねソール交換できるような感じのタイプではないので、まあ、本当にソールが減りすり減っちゃったらまあおしまい、まあ3990円からそういうもんやと思うんですけど、何回も交換して履いていくというような感じではないので、まあ、そういうタイプの方にはちょっと向いてないんかなと思います。じゃあ対しておすすめの人どんな人なんですかというと、さっきも言ったみたいにメインは持ってますと、めちゃくちゃええ革靴は持ってるんやけども2番手とかちょっと雨用とかとして持ちたいなっていう方はもちろんいいと思いますし、まあ、それこそ GU って今イオンとかにも入ってるし、その辺の近くの路面店とかでもいっぱいあるじゃないですか。だからもうパッと手に入るでしょ。だからいきなり例えば、あ、必要、明日いるわ、明日革靴いるわとかなった時に、その観光捜査がいきなり出てきた時とかもあるじゃないですか。でそんな時はね、パーッと運転してね、自由ある、あ、ほな入っとこうか、ピューピッポピッポって入っててね、で気軽にね入ってね、あーこれかええー、な、よし買っとこうって言って買うことができるじゃないですか。だから急に必要になったわとか、もうこんな時間どこもやってないんちゃうかってなったりしたらね、あ、近くに自由あったやん、や行ってみようかって言って、まあ夜遅くは入ってへんけど、だいたいどんな田舎の方でもまあまあ近所ちょっと車走らせればあると思うんで、まあ、そういうね入手のしやすさはねいいんちゃうかなと思います。で次ねサイズに行きたいんですが、サイズがねちょっとこれ僕悩ましいなと思ったのが、紐の方はね比較的まあこれ革靴慣れてはる方やったら全然なんともないと思うんです。だからもう僕28センチ履いてるんですけど全然普通。ただここのコインローファーの方はね28で履いちゃうとちょっとねカポカポするんですよ。っていうのも多分おそらくサイズもう一個下げた方が多分僕の場合いいんですよね。かかとがちょっと浮いちゃうというか、もう一個下やったらそんなにガボガボすることないと思うんですけど、やっぱ紐でねギュッて絞られてない分どうしてもこうスポスポ浮いちゃうんですよね。だからこの辺をねローファーの方はちょっと実際履いたりとかした方がいいと思いますし、まあちょっと履く時間ないんやっていう方はね、まあ普段履いてるサイズの 0.5 ハーフサイズ下げてもねええんちゃうかなと思います。サイズ感として気になるのはその辺かなと思うので、中敷きとかねこれ入れんでも両方とも2層クッション入ってあるから、もう中敷きとか逆に入れん方がいいと思うんですよ。入れちゃうとサイズちょっとわからんくなってくるから、もう中敷きがもともと入ってるもんやと思って、まあ、サイズを選んでいくというところがねええかなというところで、今回は GU のねリアルレザーコインローファーとリアルレザーダービーシューズをねご紹介したんですけども、僕ファストファッションのねアイテム基本買ってね紹介することってないからね、まあ、大体ほんまに今回紹介した4000円ぐらいの価格じゃなくてゼロがもう一個多いぐらいのねレビューをすることが多いんですけど、まあ、4万円のやつと同じかって言われたら全然それは違うと思うんですけど、じゃあ対して4000円でこのクオリティがしょぼいかって言われたらこれはめちゃくちゃすごいと思うんですよね。これ何回も言ってるけど、だからねまあ、これが気になった方はね近くの GU さん行ってね、あ、確かにこれタクソー言ってたけども4000円にしてはすごいよねと、けど4万円の革靴かって言われたら、うん、そこはムムですよねなんていうのを見てもらったら分かると思いますので、まあ、ぜひねお近くの方やったら手に取って見てもらいたいなと思います。ということで本日はですね GU の革靴2足をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。